カミン・ユー・シルビーによる、肖像写真、1860年。第四代アラン・伯爵フィリップ・ヨーク・ゴアは、イギリスの外交官、貴族。1832年から1834年まで、在アルゼンチン・イギリス代理講師を務めた。ウィリアム・ジョン・ゴア・閣下と、妻・キャロライン、第四代順弾シャクサートマス・ヘールズの娘の、息子として、1801年11月23日に、 ダブリン城で生まれた。1820年8月にザイ・ストックホルム、公使館のアタッシェに任命され、1825年2月にザイ・パリ大使館に転じ、1826年6月にザイ・リスボン大使館に転じた。1827年12月28日にザイ・アルゼンチン連合公使館初期館に任命され、1832年11月8日頃に、 在アルゼンチンイギリス全県公使ヘンリー・スティーブン・フォックスが、召喚命令を受けて、ブエノスアイレスを離れると代理公使に就任。公認のハミルトン・チャールズ・ジェームズ・ハミルトンが1834年10月11日に到着するまで務めた。以降1837年まで公使官書機関を務めた。1837年1月20日にお辞に当たる。 第三代アラン伯爵アーサー・サンダース・ゴアが死去すると、アラン伯爵を継承した。1841年5月6日、聖パトリック勲章を授与された。1876年時点で、名誉県に29,644エーカーの、ドニゴール県に6,883エーカーの領地を所有しており、合計で年収1112ポンド相当だった。 1884年6月25日に、ロンドンのベルグレーブスクエアで死去、息子、アーサー・サンダースが借位を継承した。1838年3月1日、エリザベス・マリアン・ネーピアと、結婚、二男三女を設けた。ありがとうございます。